リナマリンは、キャッサバ、ライマメ、アマといった植物の葉及び根に含まれている生産配当体の一つである。アセトンシアノヒドリンのグルコシドである。人の腸において酵素及び腸内細菌にさらされると、リナマリン及びメチルカルイエン体のロタウストラリンは、有毒なシアン化水素に分解される。ゆえに、リナマリンを多量に含む植物の食品としての利用には、 しっかりとした下ごしらえと無毒化処理が必要である。摂取、吸収されたリナマリンは速やかに尿として排出され、排糖体それ自身は急性毒性を示さない。リナマリン低含有のキャッサバの消費は低地熱帯地方で幅広く見られる。多量のリナマリンを含む十分に処理されていない、キャッサバから作られた食品の摂取は食毒性、特にアフリカ人に コンゾとして知られている上位運動ニューロンの病気と関連している。コンゾは、はじめにジョバンニトローリによって、後にハンス・ロスリングによって主導された研究ネットワークを通じて衝突された。しかしながら、毒性はリナマリンの分解算物であるアセトンシアノヒドリンの摂取によって引き起こされると信じられている。 リナマリンの食事からの摂取は、対等脳異常及び糖尿病発生のリスクファクターであるとも報告されているが、実験動物を用いた研究ではこの効果を再現できておらず、主な効果は糖尿病それ自身の誘導よりも現状の悪化であることが指摘されている。リナマリンからのシアン化物の発生は大抵酵素的であり、リナマリンがキャッサバ植物体の細胞壁に通常、 蓄積されている酵素であるリナマラーゼにさらされた時に起こる。酵素によって生成されたシアン化け物は揮発性であるため除去される。このような酵素反応を引き起こす調整法はキャッサバの無毒化処理の伝統的な手法である。食材は長時間のブランチング、茹でる、あるいは発酵によってキャッサバから作られる。キャッサバ植物から作られる食品としてはガーリ、 かゆに似た夫婦、キャッサバ生地、アグベリマ、キャッサバ子がある。最近の研究によって RNA 干渉によってリナマリン酸性を安定的に抑制された遺伝子組み換えキャッサバ植物が開発されている。ありがとうございます。